How's it going, everyone? This is the Anime Man. Welcome back to some more Corpse Party Blood Drive. So last episode, we figured out the secret to why and how Heavenly Host Elementary was made. And now we're about to head home. Let's talk to Yoshiki. What's he got to say? Sorizha kairu ka? Oh, okay, we can decide to go home. Wakatta, kairu toki wa. Okay. So we can explore a little bit. Oh, let's talk to you. 彼遅いな、まったく今日こそ注意してやるんだから。Okay. Can I go into the convenience store? No. ゴミ箱の下をカサカサと何か動くのが見えた。Okay. Nothing in there. Can I go this way? No. Can I go? Oh, I can go up here. Oh, awesome. Yay. I can cross the road. What's up, Yoshiki?Oh, look, there's the bandage on my hand. That's cool. Alright. I wonder where this is set. Like, the actual location. I just want to see if there's anything around here. Okay, there's nothing around here. God damn it. Damn, I'm walking up those stairs really quickly. Alright, let's go back. Alright, let's go home.Still panning. Alright, let's go home. Jake, all there. Alright, home we go. Let's keep going. Last episode was just a lot of talking. Oh, god damn it. テレビには東京都内の地図が映り、ポツポツと2個赤い光が表示され、動画面には変死者発見場所、現場とテロップが表示される。脱いだ靴下を今の床に放り、歩みは今を出ようとする。Yo, sucks up, damn it. Minna no tamashii ga iru tenjin shou de Book of Shadows o tsukaeba kondo koso ikikaeraseru koto ga dekiru kamoshirenai. Ayumi wa heya ni kaban o oku to sweatto to spatsu o tsukande heya o deru. Oh, damn. Datsui jou ni no kago ni kutsushita o hori komi.制服の上着を脱ぐ歩み、鏡に映った自分の姿を見てつぶやく。障害反動。もしあれがまた起こったら。首や腕にある線状の残った火傷の跡。あの時、首や腕に現れた赤く光る線から唐突失血したし、して死にかけた。自分が今ここにいるのは日の絵が体を演じて守ってくれたからだ。強気の表情で鏡と向き合う。鏡に映った自分の顔を左右の方に両手当て。あなたが頑張るのよ。おお、バスタイム。ブクブクと泡を出して顔を出してつぶやく。奇跡の力。確定した運命に挑む力。篠崎の末裔。私がやらなきゃいけない。みんなを生き返らせてみせるわ。Oh, we're gonna do it! ブックオブシャドウズのありかさえわかれば、すぐにでも。ブックオブシャドウズのありかだ。相変わらずずれた感性してやがんな。Well, he appeared at an awkward time. 悲鳴とともにパニックになり、棒立ちのまま固まる歩み。男は先日と同じ服装でこちらを振り向かずに喋り始めた。涅槃を知ったか。やっと悟ったようだな。てめえの宿命ってやつを。不敵に歪んだ口をいやらしく笑みを作る。あなた、なんでここに？怨霊の交
ちないなんて基本中の基本だろうが。いちいち驚くんじゃねえや。それよりもだ、忘れんなよそれ。運命に課せられたてめえの責務だからな。その末裔ってとこ。あなた、警察呼ぶから。この変態どうか扱う。顔を真っ赤にして怒る歩み。うるせえよこの父なし女が。誰が痴漢だ。幼児みたいな体しやがって。てめえみたいな貧相な体見ても何も面白くねえんだよ。 Shot fucking fired。 あゆみはブルブルと震え、顔が真っ赤になる。いいかよく聞け。ブックオブシャドウズは涅槃の中に戻ってる。てめえが篠崎家で失敗したあの時にな。ほらと突きつけたのは愛子が渡した念書の写真。いつの間に。これが何だって言うのよ。よく見ろ節穴女、ここだここ。乱暴に写真を取り返し再び距離を置く歩み。写真をよく見ると小さな女の子は手の音は逆の手に辞書のような大きな本を抱えていた。その周りには顔のようなオーブのような形が写っている。これは力を使いたいならもう一度涅槃、部屋天神小学校と言った方がいいか。すぐにあそこへ飛んでその本を手に入れろ。そうすりゃお前の願いも叶うだろうよ。あゆみの顔にピタリと指さし、注目する指の先をスーッと下ろすと、あゆみの下腹部の前で手のひらを返してみせる。現れたのはまた10円ガム。あゆみは思わずまたそれを受け取ってしまう。あなた何者なの。どうして私に。あゆみの問いかけにピタリと動きを止める謎の男。いろいろ教えてくれるの。警戒は解いていないが、目の前の男が道を示してくれているのは確かだった。今はまだ話せねえ。少しだけ振り向いたパーカーの奥の目にアイスブルーの優しい目が見えた。残されたあゆみは呆然と立ち尽くすしかなかった。どうしたのあゆみ、大丈夫。Interesting. Although perverted, still interesting. Oh, we're at the convenience store. 買い物カゴにはオリーブの瓶や豆腐パック、ミネラルウォーターなどを手に入れて買い物中。ふと目についたものは心霊、ゴフダ、マグネット、タイマー守りなどのオカルトコーナー。ヨシキが天神小学校よりも生還してからこの2ヶ月、世間ではじわじわと霊能ブームが起こり始めていた。ポツポツと報告される怪獣事件に世間の興味が向き始めると、テレビでも雑誌でも心霊スポット検証やスピリチュアル相談の企画が人気を幅すようになり、気づけばこういったお祓いグッズが販売されるようになったのだ。コンビニでお札が買える時代かよ。ちょっと前までならこんなもの見ても気持ち悪いって笑えたんだろうけど、こんなの本物相手に聞くのかよ。そのまま裏や表を交互に見ていると、いきなり後ろから老婆に奪い取られた。驚くヨシキをきっと睨み、老婆はレジに向かう。残され呆然とするヨシキ。なんだかよ。ありがとうございました。Oh, we're walking around as Yoshiki now.Okay. Cool. So, I guess we need to look around. Oh, shit. Some flowers there. すっかり枯れてしまった花が置いてある。そういえばちょっと前にこの辺りで通り魔に殺された女子中学生がいたって話だったな。Oh! Fuck! Because...When we were walking around as Aimi, there was a girl here. She was actually dead. Oh, that's fucked up, bro. Oh, that's creepy. Shit. Shinoma-kun.何してんだこんな時間に。
ったんじゃねえのかよ。うん、ごめんね、こんな遅くに。アルバイト？ああ、今日は遅番だったからな。で、まさかずっと待ってたのか。あ、なんか悪かったな。うん、平気。ずいぶん冷え込む夜だった。あゆみの息も白い。平気じゃねえだろ、震えてんじゃねえか。うん、嫌じゃなければ寄ってけよ。シャくらい出してやる。うん。おいしい。だろ、妹がいつも送ってくんだよ。いい茶晴らし。表の道路を工事車両のトラックを通り過ぎていく。こんな時間まで工事してるんだ。ああ、年末近くになるとこういう意味のない工事増えるな。うるさいわ、眩しいわで寝るやしねえよ。大変。緩やかな時間が流れる。両手で湯飲みを持ち、ぼんやりしながら茶を飲む意味。どうも様子がおかしく見える。親に断ってきてんのか。うん、連絡は大丈夫。そうか。自分の部屋に歩がいる。たまに妄想するシチュエーションだったが、思いもかけずそれが現実になっているということが次第に不思議に思えてくる。身を乗り出すヨシキ、驚きながらもやはり来たかという気持ちが交わる。お願い。で、この石を取りに来たのか。愛子からくすね盗った幸せの石を取り出す。いいか、篠崎。確かにこの石はさっき光ってたし、何か力はあるかもしれねえ。だがよ、もう一度あそこに行ったところで何をどうできるんだ。また出られなくなって、下手したら今度こそ死んじまう。そうなりゃここでのお前の存在まで消えちまうかもしれねえんだぞ。強い口調で鋭くとし、あ、とくとし。私の存在なんていい。それよりみんなを救いたいの。救う？黒の方、ブックオブシャドウズの在りかが分かったの。さっき言ってたあの本のことか。見て。歩みは再度念写写真を見せる。私たち実はもうさっき見えていたのよ。この女の子の左手のところ、それがブックオブシャドウズよ。指刺された箇所を見る様式。本か、確かに持ってるな。それでこれがブックオブシャドウズだっていう確証はあんのかよ。ないけど、でも多分間違いないと思う。多分ってお前。天神将へはね、この本を取り戻しに行くの。そしたらみんなの魂を涅槃から解き放てる。鈴本さんたちを今度こそ生き返らせることができるわ。言葉が見つからない様式。必死に頭を振って悪いイメージを消し去る歩み。頬を蒸気させて語る歩みの手足や首に赤い傷跡が残っている。こうして見ると歩みはもうボロボロだ。ヨシキは他人のために涙が出そうになるのを生まれて初めて恥ずかしいと思わなかった。心の底から目の前の歩みが心配なのだなと自分でも驚く。目の奥がググッと熱くなった。少し考えて頭をかきむしるヨシキ。誰に話せない話でもヨシキには共有して いてほしい。そんな風に歩みに頼まれたのは初めてだった。ヨシキはきついを無理にする。もうよ、あのクソ学校であんな目に遭って帰ってきたんだ。
今さら何があっても驚きゃしねえよ。お前が言うんならきっとそうなんだろう。理解はできないけどな。できないままに俺は決めたことがある。決めたこと？ああ、何があってもお前を守るってよ。よし。よしき歩みを西面に見据え、心配すんな、大丈夫だと笑う。奥手で不器用な歩みはまた体が固まり、思わずよしきの顔に睨みつける。急に睨む歩みにびっくりするよしき。歩みは篠崎の宿命であるこの戦いには一人で立ち向かうものだと思っていた。いや、卑怯にも心の中ではどっかでよしきのこの反応を期待していたのかもしれない。ぶわっと目の奥から涙が溢れて目が痛くなる。思わずよしきに背を向ける。え、どうした篠崎？あのね、昼間私の頭ポンポンってしたでしょ。泣き声にならないように感情を抑えてつぶやく。あ、こんなことしたか？した、あれだけど。あゆみの言葉が止まり、微妙な間が生まれる。振り向いた歩みの涙は止まり、目を閉じ、への字口になっている。よくわからない様式は気を取り直して。ああ、お前の持ってる石の片割れ、見せてくれよ。ん？うん、はい。歩みはポケットから幸せの石を取り出し、様式の手のひらに乗せる。手に自分の持っていた石と並べてじっと眺める様式。家の前をまた工事車両のトラックが通る音が聞こえてくる。やがてよしきは覚悟を決めた様子で、がらりと窓を開けるとアパート街の道路に向かって二つの石を投げ捨てる。道路を散らばった緑がかかった石の上をトラックが走り抜ける。トラックの通過音に弾けるような音が混じった。ほうしえ、窓からその様子を見た歩みは崩れるように膝をつく。お前を守るんだ、何をしてでも。平手打ちを食らったよしきは頬を押さえながら歩みを向き直る。涙と鼻水でぐしゃぐしゃの顔の歩み、肩で荒い息を切っている。強い語気でよしきが制止する。本があるったって具体的にどこだ？一体何をするんだよ。何のプランもなしに行ってまた死ぬ思いするだけだろ。嫌い、何よバカアホだよ。子供のように泣き叫びながら部屋を走り去る歩み。残されたよしきは頬をさすりながら立ち上がる。God damn。All right, so we have to look for the pieces. Where they at? Oh, there's one. Hooded man. Oh, he doesn't have his hood on anymore. Nice hair, bro. Vampire も超越するような言葉に手を突っ込むことのできる人間だ。教えてよ。味方なの？篠だけ。篠田君。比べて、こいつはクズだ。
Oh shit. Oh fuck. He got fucked up. あゆみ、味方かと聞いたな。その通り、守るものだ。俺はお前の姉、日の江の世話になった一番弟子、ヤゴウラ教会のキリア・ミストだ。His name is Mist? Nice. いい子だ。会場のワードは覚えているな。さてと、それじゃあ実践といこうか。その石貸してみな。Oh shit. 俺にしっかり捕まってろよ。あとほら、お守りだ。なくすなよ。Well, it's good to know that he's actually like part of our team now.What's that? ミストの守り、アーガスキューブを手に入れた。ごめん。もう心配しないで。篠崎。お前は正しくパンピーの道を生きてろ。やめて。Oh god, we are going back. マジかよ、篠崎。篠崎、くそ。なんでだよ。くそ。Oh god, we are back in fucking Heavenly Host.I cannot see shit. Yep. Mister-san, doko? Happiness no ishi. Nai. Doushiyo. God damn it.Oh god. Oh. Hey. Oh, bye. Oh. Hello. Oh god, damn. Sakura da.God damn. It's gotten extra creepy all of a sudden. Okay, I don't have anything with me and I cannot see shit. Holy crap. Mike, can I like quick save? I can't quick save. Great.Oh, there we go. I can turn the light on though. Oh god, this is super creepy. 黒板に書かれた落書きが不気味に光っている。サチコがいなくなっても悪意は消えないのね。Alright, I need to look for a fucking candle. 扉の模型のようにガチリと固定されており、開けることができない。Damn it! Alright, let's see.
校内で頻発している生徒児童誘拐事件の対策を先般の事例に基づいて各院速やかに知られたり、天理小学校校長柳堀義和。Okay, fuck. Okay. Oh my god, this is so much creepier now. Now that the graphics are so much better. Fuck me. Oh, door. Let's get out. Oh my god, this is creepy. Not cool, man. Not fucking cool. The music is helping. Oh, again.Candle, where are ya? 前はこんなに暗くなかったのに。え、おう。The clock on the wall. あんな時計前はなかったよね。やっぱりあの時とは何かが違っているんだな。ミストさん、この近くにいるというんだけど、携帯番号もわからないし。そうだ。目印と電源を残しておこう。Oh, yes, candle. Good work. ミストさんへ、あゆみです。連絡ください。090マーボナンバー。これでよしと。早くミストさんを探さないと。Let me save! And we are going to end the episode right here. We don't need chapter 0 anymore. Here we go. Chapter 1. Boom!Nailed it. Alright, guys. This is a little bit of a shorter episode, but, yeah, last episode made up for it, so. So fuck. We're finally back at Heavenly Host High. And, yeah. This is not gonna be cool. Anyways, thanks for watching, guys. As always, like, if you enjoy, subscribe for my new band. See you guys next video, whatever I make. Keep watching anime. Done it!